皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレブ2021の動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで今回は本日登場、国代表 FP レベマの比較やっていきたいと思います。約4ヶ月ぶりの登場で、アイコンの背景がね特殊という、このデザインや代表ユニにねテンション上がりますね。普段とは違うガチャ演出もいいところですね。今回11名搭載中6名が半分以上ですね、初 FP 化という内容に、普段であれば FP 化されない選手、未所属扱いの選手も何名か入ってきてますので、これが最高ですよね。ただライブアップデートは A にはね、なっていないので、そこだけ注意してください。ということで、早速やっていきましょう。はい、まずはキエリーニからいきましょう。2回目の登場、こちらの選手12月の交換 FP で来て以来の登場になります。今回フライパス、フィジカルとディフェンスセンス、こちらがトップ強化ですね。前作はオーバーラップだったんですけど、今作はハードプレスになった左利きのセンターバックです。フィジカルディフェンス能力のレベルは高いセンターバックで、このあたりは左利きセンターバックでもトップクラスですね。足元スピードも前耐えてますし、後半6スキルも言うことないですね。適正すべてディフェンスラインこなせるというところもいいところです。真ん中センターバックでもいいですけど、左サイドバックもね本適性あるということで、ここでの起用も考えられるかなというところですね。で、過去のものから比べるとマイナス、3つあるんですけど、しっかり強化されてますし、これは乗り換え安定なのかなというところです。はい、続いてデリフトいきましょう。4回目の登場、今回はフライパス、ジャンプ、ポールダッシュ、こちらがトップ強化です。中型アップデートでコンアが6になった若手センターバックですね。ディフェンス能力、フィジカル、ジャンプ、ヘディング、センターバックとして大事なところ、90超えしつつ、足元、パス、スピードも80超えるハイスペックなセンターバックですね。逆足とかコンア6も安定感増しましたし、スキルも言うことないですね。特にセンターバックとしてワンパーを持っている、こちらが一つ評価されますね。あとはセンターバックだけじゃなくて DMF など中盤でも輝ける選手だと思います。で、過去から比べると、上下あるものの、コンアンと能力見ると今回一番強くなってますし、ただ CS2 に関しては誤差ということで、ここは乗り換えなくてもいいかもしれません。そこはトレーナーと相談です。はい、続いてターニッチいきましょう。2回目の登場、今回オフェンスセンス、グランダーパス、フライパス、こちらがトップ強化になっています。今回3アシストで登場ということで、パスがね特に強化入ってますね。 CF 登録なんですけど、チャンスメーカーという珍しい組み合わせの選手なんですけど、オフェンスセンスから決定力まで90超えですし、フィジカルやスピードなんかも最低限安定、スタミナがちょっと低いのが心配なんですけど、適正の広さも言うことないですし、所属がアヤックスということでライブアップデートも比較的乗りやすいのと、あとはスキルですね、ミドルシュート、コンカ、スルーパスなどいいスキル構成になっています。で、過去から比べると、スタミナ下がったんですけど、全体的にアップということで、これは悩む間もなく乗り換えで OK かなというところです。はい、続いてギュンドーワンいきましょう。3回目の登場、今回ボールキープ、グランダーパス、キック力、こちらがトップ強化になっています。ここ1ヶ月ほどで3回目の登場のギュンドーワンですね。バランス系のプレーメーカーで、足元パスの高さにスピード、フィジカル、スタミナ、ディフェンスの能力も高くて、この万能感が魅力ですね。ライブアップデートも最近いいですし、スカットに絡んでくることも多いのかなっていう印象です。スキルも良くて、ダブルタッチ、コンカ、ワンパス、スルーパス、このあたりを持っています。で、過去から比べると週間1は得点力がアップしていたので、そこには及ばない、今回は2番目ですかね。なので CS からは乗り換えってイメージです。はい、続いてブラックユルマツいきましょう。初 FP 化ですね。今回オフェンスセンス、決定力、プレースキック、これは PK によるプレースキックのアップですかね。はい、こちらがトップ強化です。今回ハットトリックで初登場の長身ラインブレーカーということで、得点力は抜群に高く、オフェンスセンス98、決定力96、かなり高いですし、あとはフィジカル87やスピードも90あったりとか、なかなか優秀な能力ですね。あとはアグレッシブネスが88と高くなっています。要所要所で特徴のある選手ですね。足元、パス、あとは瞬発なんかは低いですし、あとスタミナですね、かなり低めになっているので、ここを気をつけて使うといいのかなと思います。チーム力を下げるオンチャレ用として考えてもいいのかなと思いますし、そこではエースになれる存在なのかなと思います。スキルはシュート系中心に10個ということで、ダブルタッチ、ミドルシュート、このあたりを持っています。適性も広い、ここも魅力になっているかなと思います。はい、続いてマウントいきましょう。3回目の登場、今回ボルコンとドリブル、フライパス、こちらがトップ強化になっています。こちらも最近 CS でね来たんですけど、足元の技術とパスの高いチャンスメーカーで、スタミナも抜群で、スピードや得点力も合わせる選手ということで、万能感ありますね。フィジカルも80乗せてきます。コアン後の不安もあるんですけど、ライブアップデートが乗れば問題ないのかなというところと、あとは適性の広さにスキルも優秀、持っていないという方は出たいところですね。で、過去から比べると能力的には疑う余地もなく最強なんですけど、スキルが埋まっているので、そこをどう見るかっていうところですね。特にスキル枠のある週間1に関しては、スキル追加でスーパーサブなどが付けられたっていう方は、そのまま使うのもいいのかなと思います。
はい、続いてトルガン・アザールいきましょう。初 FP 化ですね。今回オフェンスセンス、ボルコン、フライパス、こちらがトップ強化になっています。95を超える数値はないものの、バランスの取れたウィングストライカーですね。足元が90を超えるのはもちろん、パスや得点力も90近くあって、あとはセットプレーのキッカーにもなり得ますし、90前後の能力が非常に多いですね。スキルもワンパ持ち、ウィングストライカーとしても珍しいですし、シュート系は多彩となっています。今回スキル追加でヘッダーが追加になっていて、残念なのはスキル枠を埋めてしまったので追加できなくなったのがちょっと痛いですかね。トルガン・アザール自体もそこまでヘディングでね、ゴールを決めるようなタイプの選手ではないのかなというところで、この追加はちょっと賛否ありそうですけどね。適正の広さなど、ここは言うことなさそうです。ただ一つ注意したいのは、ドルトムント所属ということでライブアップデートがつかないので、気をつけて使いたいですし、マッチデーでベルギーなんかを選んで使ってあげるといいのかなと思います。あとはレアルのアザールを持っているという方は、アザール兄弟でね、そういう楽しみもありますよね。はい、続いてアンデルセンいきましょう。初 FP 化ですね。ここから4名が初 FP 化です。こちらはフィジカル、ディフェンスセンス、ボールダッシュ、こちらがトップ強化になっています。対人の強いセンターバックで、身長192センチに空中戦の強さもあるセンターバック、スキルは3つと少ないんですけど、最低限は揃ってます。マンマーク、インターセプトありますね。ここ最近ライブアップデート B ついてること多いみたいなんですけど、ちょっと不安はありますかね。スピードもそこまで速い方ではないので、そこも気をつけたいところです。適正にサイドバックなんかあると良かったですが、 DMF はついているという感じです。はい、続いてソーチェクいきましょう。こちらも初 FP 化、決定力、ヘディング、キック力、こちらがトップ強化になっています。ハットトリックを決めたアンカーが初 FP 化ということで、身長192センチの大型アンカーで、ディフェンスの能力も90超えではないんですけど、90に迫るものありますし、スタミナ、カンストにフィジカル、ヘディング、このあたりは強みになります。足元やパスも比較的高いですし、奪った後の展開力なんかも期待できそうですね。コンアン4という不安もあるんですけど、ライブアップデート最近 D になることもあるようなので、ライブアップデートが乗りさえすれればっていうところですかね。スキルは7つということで、今回ミドルシュートとワンタッチシュート2つの追加があったということで、さすがハットトリックですね。ワンパなんかがね、個人的にはつけられるといいのかなというところです。はい、続いてリカルド・ロドリゲスいきましょう。初 FP 化、今回グランダーパス、ディフェンスセンス、ボールダッシュ、こちらがトップ強化になっています。パスやセットプレーなど、左足のキック精度が武器のサイドバックですね。足元、パス、セットプレーなどの数値が割と目立つんですけど、ディフェンスの能力、フィジカルも割とありますし、その代わりスピードやスタミナ、サイドバックに必要なところが低いということで、ちょっと起用が難しそうですけどね。コマンは5ということで、ここも気になるんですけど、最近 A とか B の週、ここ20週はね、ないということなので、優先順位はちょっと上がりにくいですかね。マッチデーなんかで使ってあげるのがいいのかなと思います。適正はサイドバック、左サイドハーフ、センターバックということで、ユーティリティ差はいいですね。スキルは6つでパス中心ということなので、インターセプト、もしくはスタミナないので闘争心、このあたりがつけておくと少し安定感増すのかなと思います。はい、今回の動画最後はフロリン2体いきましょう。初 FP 化ですね。GK センス、クリアリング、ディフレクティング、こちらがトップ強化になっています。まさかの銅玉から来た FP なんですけど、先週銀のねゴールキーパーが登場して、今週は銅玉、来週あたり白玉来るんじゃないかなと思ってるんですけど、強化度がすごいことになってますね。 GK センス、カンストやフィジカル、ジャンプなども90超えるのは熱いんですけど、GK センス以外のゴールキーパー系能力は全て90台、しかもキャッチングは80台ということで、185センチの身長に公安後、スキルも2つということなんですけど、低弾道パントがないということで、必要な方はつけた方がいいと思います。所属クラブはその他ヨーロッパに入っているスパルタプラハ、チェコリーグのクラブですね。ライブアップデート B に最近数回なっているということで、ライブアップデートはつくようなので、今後の活躍次第というところでしょうかね。はい、ということで今回は国代表 FP レベルの比較やっていきました。いかがだったでしょうか。未所属選手含めて初 FP 化6人ということで、普段来ていないような選手がね、デザインもね特殊な形で取れるっていうのは、コインに余裕があれば引いてみてもいいんじゃないかなと思います。ただ来週に関してはクラブセレクション3つのねガチャ来るんですけど、豪華になっているので、そちらにコイン残すっていうのもありだと思うので、その辺はしっかりね計画的にコインをね使いたいところですね。こちらのチャンネルではこのような選手のレベルの紹介だったりとか、最新情報などの動画も上げているので、よければチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどぜひよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。